鳩の南蛮漬けです。頭からいけるやろ。はい、はい、ハゲです。あ、ありがとうございます。カワハギの作りですね。久しぶり。はい、昭和の世界に飛び込みましたね。昭和の世界に。なんかなんか良さそう。昭和の世界に飛び込みましたね。昭和の世界に。なんかなんか良さそう。いらっしゃい。大便やな。もういろいろ。お魚ありがとうございます。え？魚あ、ありがとうございます。カワハギの作りですね。久しぶり。あ、いいですね。肝もつけてくれてる。
キムチで大根で七味ということはこれはポン酢ですね。はい、ありがとうございます。麦の湯割りでございます。銘柄は分かりますよ。まずは串焼き、串は串焼きます。串、はいよ。これはな、海洋の関係が高いで、これはまあ、あんなもんもしょうがないわ。まあ、この季節ね、最初はよく高いよね。そう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 、麦の湯割り、十分やね。だんだん慣れてきた、下がってな、今日はちょっとね、昼ご飯食べてきてるもんね、こういう感じです。鳥皮ポン酢、揚げてるんかと思ったら違うんやな。うん、茹でてん、茹でてんねん。このポン酢がなかなか個性的。根菜のタイです。これ半端取られてくるの梅肉、それ済みだわ。お前見てみやね、こんなばっかりや。これが昔のことはみんなもこっちも前の一緒からもう変わってもらったもんな。元々はね、こっちの人間の顔もね、えそうやね、まあ、そういうことや。年寄りここ行きで今年寄りは見とったらええねやがな。カトリコータローはお前あの助さんから格上げしてもって水戸黄門に上がってもらったそれが最後の花やったよね。マスターお挨拶してください。はいはいはい、ありがとうございます。これよ、これ似合ったら、ありがとう、2300。安い、安いね。